皆さんこんにちは。今日は小松菜玉ねぎ香るベーコンパスタというですね、一見おしゃれなパスタを作っていきたいと思います。でまずはじめになんですけれども、このパスタですね、全然美味しくできなくて、2歳の娘も全く食べなかったですね。いや本当に料理のレシピ調べてこうその通りに作ってるのに、全然美味しくできないことって結構ありませんか？僕結構あるんですよね。なのでそのあたりの反省も踏まえながらちょっと振り返っていきたいと思います。今何やってるかっていうと、今ベーコン炒めてますね。使う材料は小松菜とベーコンと玉ねぎですかね。でソースが豆乳に片栗粉を入れた形で作ってますね。そう、これミスポイント1なんですけど、これソースがまだ出来上がってないので、これパスタ茹で上がっちゃったんですよ。これパスタめちゃめちゃ伸びちゃって、慌ててパスタ入れてますね。ここが美味しくなかった最大のポイントでしたね。でそう、これで味見してるんですけどね、全く味がしなかったんですよ。でこう塩を投入、これミスなのかどうなのかよくわかんないんですけど、ミスは、味がよくわからない、そう、何が足りないのかわかんないまま中途半端にこうコンソメを自分の勘で投入して、そうで麺が伸びすぎたため、もう無理やり完成しましたね。もうこう見てください、こう麺ビロビロなんですよ。そうでね、これ見た目美味しそうじゃないですか。そうで、これ絶対自分の席に座ろうとしないんですよね。2歳の娘がこう何としてでもこう膝の上に乗ろうとしてくるんですよね。でこれ2回トライしたんですけど、ちょっと全然ダメだったんで、諦めて膝の上で食べるようにしました。そう、これ見てください、こう娘の表情、めちゃめちゃ微妙な表情してますよね。これ心の声出ちゃってますよね。これ信じられないみたいな。ねえ、そう、味全然しなかったからね、鼻水なんかずっと出てるんですけど、私の塩味の鼻水の方がマシよって言って、そう、そんな感じなんですよね。でこれ食べさせようとするんですけどね、見てください、めっちゃ顔しかめつらつら、このパスタマジ無理って言って、これは何ですか？でそう、これ妻のねコメントなんですけどね、これまさかのね異物が混入って、これ固まりきらなかったコンソメなんですけどね、あまりに焦ってこうソースに後からコンソメ入れて、それでこう固まってないんですよね。で麺もこれね、見てください、ダルダルでね、ちょっとね本当にこれ大失敗しましたね。はい、でねこれ娘お口直しにレーズンパン食べてめっちゃ嬉しそうですね、これ。はい、で結局パスタどんぐらい食べたかっていうと、いやもうほぼ食べてない。